ワームホール、ワームホールは時空構造の位相機科学として考えうる構造の一つで時空のある一点から別の離れた一点へと直結する空間領域でトンネルのような抜け道である。ワームホールが通過可能な構造であればそこを通ると光よりも早く時空を移動できることになる。ワームホールという名前はリンゴの虫食い穴に由来する。 リンゴの表面のある一点から裏側に行くには、円周の半分を移動する必要があるが、虫が中を掘り進むと短い距離の移動で済むというものである。ジョン・アーチ・ボルト・ホイーラーが1957年に命名したバームホールの概念は、1928年にヘルマン・ワイルが電磁場中の質量の解析を研究している中で発案した概念で、当初は、 一方向のチューブ、ワン、デュアメン・シャネル・トゥーブスと呼んでいた。その後、シュバルツ・シルトの会を研究していた、アルベルト・アインシュタインが、ネイサン・ローゼンと共に、数学的仮説に基づく、時空構造モデルを発表し、1936年、アインシュタイン・ローゼンバッシュと呼ばれた。1957年、この論文に触発されたホイラーがとの共同論文の中で、空間を二次元で視覚化して、 空間上の2点を3次元のチューブ、実際は、チューブ内の内側の面で繋ぐ穴で表し、ワームホールの語を使って引用した。その後、シュバルツシルトの解として、ブラックホールの解が知られその性質が詳しく、調べられるようになると、一方向の性質を持つワームホールと関連させた、ホワイトホールの存在仮説が現れる。ここでは、ブラックホールとホワイトホールを単純に結んで、 ワームホールと考えても良いと説明された。シュバルツシルトの回で表されるブラックホール回は、周りの物質を何でも飲み込む領域を表す。電荷を持つブラックホールでは、ワームホールを通って通過可能で、ただし物質は元の場所へは戻って来られず、特異点が真空を分極するために人間が耐えられないほどの高エネルギーかつ高フラックスの放射線が発生しているとする研究もある。 他にも、通行可能なワームホールは誕生した段階で、進行方向に対して地平面も、反地平面も持たず、特異点も持たないような時空構造を持つ必要があり、したがって、ブラックホールやホワイトホールを単純に連結した時空とは、本質的に異なるものである。また人間が利用することを考える場合は、トンネルの内側は、潮積力が、 十分小さく通過に必要とな時間がトンネルの外を直接目的地に向かうよりも十分短くなるような時空構造になっていることが望ましいとする思考実験もある。しかし、これらはブラックホールの外の座標形をブラックホールの内側まで外装できるとするなど実証されていない多くの過程を含むものが多く妥当性に疑問が残る。ホワイトホールはアインシュタイン方程式が 時間対称性を許容するために現れる回の一つであり、実際は少なくとも、挙手的には対称性の破れが示唆されており、宇宙スケールでの実在は否定的とされいる。ワームホールに関しても今のところ数学的な可能性の一つに過ぎない。ワームホールでは落下不可能な半地平面を持つが、この半地平面は物理的に極めて不安定であるため、 ホワイトホールを仮定するようなワームホールはすぐに潰れてしまい通過不可能、口述とする研究もある。観測的にもホワイトホールのような領域の存在を示唆する事実は全くないものの SF などでは理論的な理解が進まないままに多く引用され現在に至るも人々の興味を集めている。また科学者の間でも理論的考察を深めるためのツールとしてたびたび取り上げられている。 通過可能なワームホールを考えることは研究上の遊びでもあり、キップ・ソーンらの1988年の論文を短所に市民権を得ている。小説、コンタクト・コンタクトを執筆中だったカール・セーガンが地球外生命との接触が可能になるようなシナリオを何とか科学的に作れないかとソーンに話を持ちかけたのがきっかけだったという。ソーンらは通過可能であるワームホールを 物理的に定義し、アインシュタイン方程式の解としてそれが可能どうかを調べた。そして、もし負のエネルギーを持つ物質が存在するならば、通過可能なワームホールは、アインシュタイン方程式の解として存在し得ると結論し、さらに時空間のワープやタイムトラベルをも可能にすることを示した。ただし、ここでの研究は、現在の技術では、制御が難しい高密度、 中性子星の中心部ほどの負のエネルギーの存在を前提としており、またどうやってワームホールを通過するのか、あるいは出口がどこなのかは全くの未知の問題として棚上げされた上での研究である。あとに、ソーンの考えたワームホール界は不安定界であることが数値計算から報告されている。数値計算ではワームホールを 生の質量を持つ粒子が通過した場合、ワームホールは加速度的に潰れて、ブラックホールに変化してしまうという結論が得られている。そのため通行可能なワームホールは自然なままでは一度きりしか使えない一方通行の道になってしう。しかしもし通行の度に旅行者が加えた上乱の分だけワームホールに人工的な補正を加えて恒久的に維持し続けられるなら、 相互通行に使用できるということも数値計算から導かれている。通過可能なワームホールの一例を示す。この式において、フォーミュラ2は重力赤型変異の尺度を、フォーミュラ3はワームホールの3次元形状を定義する。この式を単純化するために特殊な場合として重力赤型変異のない球状のワームホールを仮定し、フォーミュラ4とする。 さらに新たな空間座標の尺度として、フォーミュラ5なるフォーミュラ6を導入し、変数変換を行う。その結果、ワームホールを記述する計量は、以下のような単純な表現に書き換えられる。この式において、フォーミュラ6は、想像図に示されるようなワームホール9に向かって、落下質点から引いた接線の長さを意味する。フォーミュラ9の時落下質点は、 半径フォーミュラ10のワームホールの球面上に存在し、そこを超えると落下出点は反対側の宇宙に抜けることになる。ワームホールでは空間的に半径フォーミュラ10より小さい領域へは立ち入ることができず、ここがブラックホールと同様に一種の地平面を形成することになる。さらに、この軽量の空間的な意味をつかむために時計を止めてフォーミュラ十にとし、 ワームホールへの落下質点の突入方向をフォーミュラ13で固定してさらなる簡略化を行う。表記中に変数フォーミュラ14を復活させさらにフォーミュラ15で定義されるフォーミュラ16座標を導入するとワームホール計量はさらに単純な以下の表現にまとまる。これは円筒座標系の計量である。ここでフォーミュラ16座標は ワームホールで結ばれた二つの宇宙の間の距離を定義する長空間座標であり、落下質点の存在する宇宙の外を記述している。この計量を用いて図示された宇宙形状が概念図に示されるような有名な虫食い穴状の軸である。この図において宇宙に相当するのはトンネル状の平面状であり、筒の中は宇宙の外の長空間であって、 落下粒子が立ち入ることはない。この軸図において、フォーミュラ16軸はトンネル形状の中心軸として存在しており、この中心軸から軸面までの長空間的な距離がフォーミュラ14座標として記述される。上下の宇宙の接続点であるトンネルの中央にあたる円がフォーミュラ21の球面、地平面に相当する。 そしてフォーミュラ6はその円からの時空面上での距離を記述することになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。